大変お待たせしました。ウリタさん、こんばんは。お疲れ様です。はい、本当はお前のこと墓場でやりしたかったんだよ今日。墓地な、墓地でちょっといろいろ高めようと思って。高める？いや、たくさん星にやられて亡くなってたものもいるから、はい、墓地ってなんかいろんなパワーがあるんだ。あ、なるほど。でもその入り口でいろいろ言わなきゃいけないから、はい、名前書いて誰々さん、別に誰のあれじゃねえからさ。あ、なるほど。お前もよくこんなところに呼び出すよな。あ、やはりこの男の中の男はここが一番なんじゃないかって。あ、そうなの。ところで、あの瓜田さん、ちょっと聞き捨てならない情報をちょっと私入手しまして、なんか今瓜田夫婦がこの新たな秘密プロジェクトを乗り出したというちょっと風の噂を聞いたんですよ。これ本当なんですか？秘密プロジェクト。はい。いや、ブラックホール発見したの俺じゃねえよ。あ、それは私自殺したの俺じゃねえけど。あ、それは存じ上げてます。なんかそれ以外でなんかこう秘密になんか動いてないですか最近？ちょっと怪しい動きが多いんですけど。ああ、お前結構鋭いな。なあ。ですよね。お前もう嗅ぎつけたの？はい、嗅ぎつけました。ああ、まあ、いや、お前に内緒で動いてたわけじゃねえんだよ。あ、うん。私は置いてきぼりされたわけじゃないと。違う。じゃ、夫婦水入らず何がしかのこのプロジェクトを、そう着々と動いてるってことですね。っていうのもな、はい、最初に、我々で、ええ、このプロファイリングのエンディングに、はい、まあ、ちょっとエンディング曲を作ろうと思ったんで、はい、な、そしたら我々のこの動画が入るだろ最後。あ、確かに。最後エンディングに花を添える意味で、はい、我々のプロジェクトも軌道に乗ってきたから、はい、ところがどうもちょっと俺が本気出しすぎて、はい、ちょっとあさっての方向いっちゃったんで、ちょっとじゃあ最初の予定とは違う楽曲が仕上がった。そうだな、ちょっとその俺たちのあれ取っとけとかそういうのともうマッチしないんだよあんまり。あ、うん、お前にこの野郎とか言ってる絵とあんまりマッチしない、ちょっといいストーリーのいい塩梅の曲になっちゃったんで。あ、そうなんですか。だからそれはそれでちょっと単発で、はい、うん、このチャンネルであれしようかなと思ってんだよ。あ、早速お聞かせ願いませんでしょうかね、その曲を。お前に？はい。なんで？あ、だからアップするっつってんじゃないか。あ、お前に最初に何聞かせなきゃいけない。あ、すいません。もう金払えよ。まだできてないんだよ。まだ、うん、まだできてないの？今じゃあトラックダウンとかそういう最中ですか？お前さ、なあ、ミックスダウンだろ？あ、なんだトラックダウンって。あ、すいません、間違えました。知ったかぶってお前。なあ、はい、お前たまに俺も思うけど、お前知ったかぶって変な横文字使ってんじゃねえぞ。なあ、お前が恥かくぞ。言っとくけど。すいません、ちょっと舞い上がっちゃいましたよ、ウリタさんの。うん、音楽が出るということで舞い上がっちゃってミスっちゃいました。いや、舞い上がっとけよ。ちょっとはい、うん、結構いいもんになっちゃったんで、本当にそこまで俺も本気出す気はなかったんで、そっちじゃねえなと思ってるから自分は、はいはい、表現のあれが俺は活字だったり、はい、星を追ったりっていう、まあ、表現はあるけど、うん、ちょっとその格闘技だったり、はい、そういう音楽だったりっていうのはちょっと俺は向いてねえなと思ってたんで、はい、しちゃったよ。うん、ついつい本気が出ちゃったって感じですかね、こう現場に入ったら。そうだな。まあこれ以上言ったら俺も全部喋ることになっちゃうから、はい、お前も喋らすのがうまいから。ちなみに奥様の役割をちょっとできればちょっとお聞かせ願いたいななんて。もう殺されたい。以前奥様のお歌をちょっと拝聴したことありまして、すごいきらびやかな声されてたんで、これは瓜田さんと組んだら大変なことだなぞと思ったんですよ。お前聞いたの、あの美声を。はい。うん、まあお前のおべっかもなんかだんだんうさんくさくなってきて腹立ってくる。お前どうなんだね、宇宙のあれは。あ、ブラックホールですか。うん、てかまあブラックホールっていうことをあんまり意識したことがなかったので、うん、特段何も感じなかったんですけど、やっぱすごいことなんですかねあれって。お前宇宙だぞお前。はい。ブラックホールの写真を撮ったんだろ。はい。なんかそんな夢がある話をどうでもいいの。どうでもよくはないんですけど、このどういうことなんかちょっとよくわからないっていうのは正直なところで。うん、まあ俺もよくわかんないんだけど。だ、俺もよくわかんない。入っていくともうとにかくその二度と出れないんだよ。そうですよね。ブラックホールの中でさらに次元が歪んでホワイトホールっていうところに抜けるっていう説もあるんで。はい。な、それもう何百年も前からアインシュタインはそれを言ってたの。はい。夢があるじゃねえか。ええー。まあ、女のあそこと一緒だよ。
入ったら出てこれないんだよ。そうでした、ね、出てこれるんじゃないですか別に。くだらねえな。なあ、はい、お前こんな場所でよ。なあなあ、はい、何かお前女の遊ぼれ、自分で言い出したんじゃないですか。言い出してんじゃねえぞ。お前大した締め付けじゃねえんだ。お前まで始まってきたあれは。そうだろっつうの、出たら取り返しがつかないんだお前。そういうもんだろって。一滴残らず吸い取られちゃうってことですね。ああ、そうそうそう、おけらになるよ、おけらにな。ああ、気をつけないといけないですね。あ、まあお前の話も話なんだよ。あ、お前が足に待てよ、ね。まあ、ちょっとお前にもついてきてもらうけど、はい、まあ、告知というかな、はい、あの要するにプロファイルのチャンネルに突然その、うん、俺らの楽曲みたいなのが出るかもしんないけど、ええ、まあ、動揺すんなよっていう見てる人には。なるほど、うん、まあそのまあ、見守っとけよ。どうしました、こんなお茶なんか珍しくないですか。いや、あの俺の昼下がりはたまにこういうのだよ。たまにこういうティータイムをはしなむ時はあるんですか。まあ、まあ、あの新宿じゃこうメッカだからね。たまにこう自分の心を笑いたいなと思う時に俺自分の瞑想した時があるだろう。はい、自分一人になりたい、そういう時俺ここ使うんだよ。あ、そうなんですか。うん、ここであの一番偉いのジローだ。ああ、違う人が出てくる。これ猫はこのいわゆるその看板猫みたいな。仕切ってる。あ、仕切り屋なんですか。うん、じゃあ指物の織田さんここではナンバー2ってことで。まあ、数字じゃねえから。なあ、数字じゃねえだろって。なあ、まあ、こんなところで誰か上坂とかしなあ下か上じゃねえんだよ。あ、そういうの嫌いなんだよ。すいません。うん、俺が一番に決まってんじゃない。俺は一番以外の扱いされるのが嫌いなの。殺すぞ。俺が一番神座に決まってんじゃない。そうそう。機嫌悪くなってきましたね。うん。ちょっと取っとけ。取っとけ。ああ、これ可愛いですねでもね。ジロー。本当ジローですか。あ、ここはあのコーヒー以外でバナナも作るんだよ。あ、なるほどなるほど。これはでもね、あの筋トレ中の折り畳みとか吉報ですね、これは、うん、上と終わって昨日キック行って、そんでまた今日起きてすぐ上と行ってるから、すごいですね。うん、また見せない。なるほど。で、今日はあの具体的なプロファイリング活動とはせずに、こういう言ってみればそのプロファイラーの、そうそう、今日はコーヒータイムで、あ、プロファイラーの休日っていうものを紹介したかったと。そうそうそう。でもなんかもあるから。ああ、でも結構優雅ですね、こういうとこでね、お昼のひとときを過ごすっていうのも。溶け込むだろ。溶け込むの、ま、俺が他のカフェに行ってるよ、お前スタバだって、そんなとこ敵になったんですか。うん、この見た目じゃ困るって変なババアに言われて、確実に殺すから、そのババアが。この俺好きなんだよ、浦沢先生の。知ってる？ああ、知ってますよ。20世紀ション。はい。うん、めちゃくちゃ面白い。あの実写で映画やっただろ。俺実写は見てねえけど。この人が書いてるマスターキートン。はい。俺浦沢先生好きなの。なるほど。ちょっと織田さん、ちょっと面白い本をちょっと見つけたんです。ちょっと、うん、私、うん、一冊持ってきていいですか。持ってこいでしょ。すいません。ちょっと行きます。お店に入った時にちょっと目に入った3冊をちょっと洋物をちょっと織田さんにこれちょっとご覧になってください。こういう表、あ、こういうものも置いたんですよ。この一番下のやつが一番有名かもしれない。ちょっと見てください。
わかるよ。これやっぱさすがのりたさんも昔その著作権あるんだ。すでに見てるからだろっつう。じゃあ入って入ってお前こんな何も書いてないものに誰がどうわかるんだよ。お前がかなりのヘビーユーザーだからわかったんだろっつう。なあ。興味ないから。すごいですね、硬派ですね。いや、どうでもいいって感じ。こんなことで、そうそうそう、言うなと。こんなもんわざわざ目の前に持ってきても殺したくなる。すいませんでした。次郎ちゃん、どうでしょう。ちょっと機嫌悪いかもしれない。よかると思って持ってきたのすいませんでした。ちょっと機嫌損ねてしまいます、うん、こういうの面白くない。すいません。もう小物が可愛いですね、ここね、本当に。そうだな。結構織田さん、こういわゆる小物に反応することが多いんで、こういうとこ来たの反応、うん、すごい回数が増えそうで好きなんだよ、これ。はい、ちょっとこれで撮っておいて。はい、それでプロファイルとは関係ない話ですよね。お前、なんでそんなあれなんで愚か者なんで。いつ何時でもどんなシチュエーションでもプロファイルと関係あるんだよ、俺はね。日々トレーニングだから。お前はもうすぐに結びつけたくないよう、ね、なこと言うだろ、お前。っていうのもね、はい、こういう人相学みたいなのになるんだよ。人相学？いろんな表情を記憶しておくと、星とはあれでいい。ね、いろんな表情があるだろ、はい、な陶器とかそういう動物も猫も、はい、そういろんな表情をインプットしておくとな、全ての生き物がモデルになってるから、こういうのは。なるほど。そうすると作者のセンスだったりが入ってるけど、結構そのモデルがあるから、はい、記憶しておくと助かるんだよ。なるほど。一人の顔を調べるのに何百パターン何千パターンの目や鼻や眉が出てくると似顔絵にも結びつきやすい。頭の中でこうモンタージュが回転していくっていう。お前と頭の中の引き出しの数が違えから、これお前じゃ。だお前5個10個とかそんなレベルだろ。だ昨日何食べたと思うの、1年前の今日何食べたって、まあ、思い出せないだろ。あ、ウッドさん思い出せるんですか。俺もそんな野暮なこと一日答えないけど、そんなレベルじゃねえから。あ、これ生後から今日までね、覚えてないもんねえから。あ、そうなんですか。当たり前じゃないか。すみませんでした。奥様にちょっと怒られるかもしれないです。すみませんでした。余命が今日ねえから。はい、お前もこんなの俺自費出版でやってやろうか。新宿2丁目あたりで隙間に縛られてやろうか。ガチムチの奴らで。あ、私が縛られるんですか。羽がいじめにされてもね。お前好きそうじゃないか。それだけご勘弁を。え、それだけご勘弁を。自費出版でやってやるよ。ポチってやるよ、ポチってやるよ、アマゾンで。え、金魚ごちそうになりました。お前ちょっとこれ取っとけ。まあ、他のお客さんとかマスターもいたから、俺も中ちゃんもね大きい声で言えなかったけど、はい、なあ、お前あんなとこで写真集持ってきても何考えてるんだよ。そんなの俺に読ませても俺に恥かかせるとしてる。あ、そこを撮ってました。これも可愛い。俺仮面ライダーも好きだ。これアマゾンだよ、仮面ライダー。まあ、こういうのもそのうち分かるから、はい、あ、まあそんな感じで行くわ。あ、今日はこの後どうされるんですか。いや、まあちょっとそのいろいろ忙しいんで、その日にちを発表するから。はい、音楽活動で。そうそうそう、楽しみになって頑張っててくださいね。あ、じゃあちょっと今日はこういう休日の部分でしたけど、はい、またちゃんと腰を追うから。お疲れ様です。